吉田さん、お疲れ様です。まあ何が幸いするか分かりませんね。まさかアムウェイがね、そんな対応するなんてね。まあ普通のビジネスやってれば当たり前かもしれません。あのアムウェイっていう会社は、おそらくネットワークビジネスの中で評判がいい悪い部分が両方あって、悪い部分ってのは結局自分のその資金回収に焦った会員が、まあ強引な売り上げを作ったりとか、錯誤を誘発するようなトークですとかね、自分自身のポジションを保持するための無理な買い込みをしたっていうところが原因なんじゃないかなと思うんですよ。やっぱ自分の販売力に応じた、まあ、行動と資金投入を間違えなければ大こけすることはなかったんでしょうけどね。でアムウェイってのは昔出てきた時には確かに大きく売り上げを作った、そういった新しい事業形態だったと思いますけども、まあ、それが浸透していくとね、知名度が上がってくると、まあ売り上げが作りにくくなる部分ありますよね、うん、そういう意味で言うとやっぱり集客が上手な人であって、商品案内が上手な人、つまりビジネスに上手にならなければなかなか一夜にしてどうこうってことはなんないのかなっていうふうに、まあ、シンプルに思いますけどね。